ジョセフ・チェノットは、シリアマラバル天霊カトリック教会公意聖職者で、バチカン市国外交官。2011年から、中日教皇大使を務め、在任中の2020年に死去した。1943年10月13日、インド系ララ州、コカマンガラムで、父ジョセフと母マリア・クッティの6人の息子と2人の、娘のうちの1人として誕生。 1960年に神学校に入り哲学を、アルバ大臣学校で学んだ後、エルナクラム・アンガマリー・ヒロツカサ教区のジョセフ・パラカティル、ヒロツカサ教によりローマの教皇調律、ウルバノ大学に送られて、教育を受けた。1969年5月4日に、中華民国カトリック、台南教区の生成校主教により、被災に除解される。 1973年には、教皇庁聖職者アカデミーでの学習を終えて、外交官としての道を歩む。その後、1995年から1996年まで、中華民国臨時教皇大使代理を務めた。国際法の学位と、教会法の博士号を持ち、ラテン語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語や中国語にも堪能であった。 1999年2月のヨハネ・パウロ2世インド訪問時はニューデリーから始まる10日間の訪問に同行し、教皇にマライアーラム語を教えた功績で高い評価を得た。1999年8月24日、ヨハネ・パウロ2世インドにより、ミレビメンギ大司教かつ中央、アフリカ及びチャド教皇大使に任命され、同年10月30日に司教助会を アンジェロ・ソダーの数奇教から受けた。2005年6月15日、ベネディクト16世により、タンザニア教皇大使に任命され、2011年8月15日には、日本教皇大使に任命された。2011年、10日教皇大使に任命される。2012年2月15日、日本カトリック史教団が主催する、東日本大震災1周年ミサで、 当時の現役司教17人全員と司祭団の共同司式に参加した。2016年5月には特使として台湾を訪問し、蔡英文の中華民国総統就任式に参列。2017年5月26日、熊本地震被災地視察の折に、河野鳥のゆりかごを2007年5月に開設して、以来10年目を迎えた熊本市時計病院を訪問し、 はずだふとしに理事長らと面談。理事長や看護部長から、ノの鳥のゆりかごの歴史や仕組みなどの話を聞いた。命が神様からの贈り物として扱われていることを嬉しく思うと語り、理事長に教皇フランシスコから託された十字架を渡した。2018年には東京の命の更新に対し、すべての人の命は神からの贈り物です。 それゆえ人間は誰もが尊重され保護されなければなりません。人の命が神聖であるのは、それが神の型取りでありに姿だからです。最も弱い状態にある人の命がどう扱われているか、国の民度の高さはそれによって測られます。体内から墓に至るまでの人の命を守る必要を、マーチフォーライフが人々に気づかせてくれることを祈って、いますとのメッセージを寄せた。 2019年には定年を過ぎていたが、教皇フランシスコ法日準備のために延長。2019年10月22日、皇居聖伝末の間で、近城陛下の即位礼聖伝の儀が取り行われ、フランチェスコ・モンテリーズ・イスーキ教と共に参列した。2020年の休暇にインド訪問を予定していたが、新型コロナウイルス感染症のために、取りやめとなり、大使館で、 自粛生活を続けていた。2020年5月8日、休病のため入院。同年9月8日、小脳拘束による大根ヘルニアのため、東京都新宿区の聖母病院で死去。76歳没。死没日をもって日本国政府より朝日大受賞追贈。同年9月17日、カトリック、関口教会にて追悼ミサが行われた。 葬儀ミサは22日、インドの故郷ケイララ州の教会で行われた。臨時代理大使として、ベチェスラブ・トミル参事官が就任した。ありがとうございます。